皆様、こんにちは。今回のご紹介なんですが、ラブンブログでのレビューのご紹介となります。アトートゾーン X10 の刷新したドラレコの機能について解説ということで、ドライブレコーダーの機能をラブン流により細かく皆様にご紹介をしていきたいと思いますので、ドラレコの機能についてより深く知りたいという方は、最後までご覧になっていただけたらと思います。で、また1点だけ皆様にお願いがございます。で、今回のこのラブンブログのレビューにあたって使用しているソフトというのがございまして、こちら、イーザスといいます画面録画ソフトというものを使っておりますので、あらかじめご承知おきいただければと思います。今回のこのアトートの製品というのは、次世代モデルの Android ナビというものになっておりまして、アトートゾーンといいます新しいブランドになっておりまして、そのハイエンドモデルにあたる X10 となっております。2024年の秋頃の最新モデルというものになっております。で、アトート自体は中国のオーディオメーカーということになっておりまして、まあ、そこらのメーカーとは全然違うメーカーさんです。自社設計、自社開発、そして自社生産ということで、まあ、正真正銘のオーディオメーカーであるということで、まあ、今回ハードウェア、ソフトウェアを刷新してきた次世代モデルということになっておりまして、まあ非常に注目度の高い製品になっていると、まあ、いうことになります。まず、アトートゾーンのドラレコのスペックということで見ていきたいと思うんですけれども、これカメラのスペックになります。こちらがフロントカメラで、こちらがリアカメラになっております。で、解像度自体は200万画素ということで、例えば国産で言いますと、コムテックの ZDR-055 と、同じぐらいの画素数になっているというものになっておりますので、飛び抜けて高画質かといったら、まあそういうわけではなくて、まあ、ナンバー認識が最低限できる程度のドラレコのスペックになっているということになっております。イメージセンサー自体も自前のものを使っているということになっております。また、視野角に関しましても異なるスペックになっておりますし、さらにこういった細かな信号方式、赤外線波長、それから有効画素数、それから画素サイズと細かなスペックというものをしっかりと公表しております。新しいカメラということで、前後カメラ。これドラレコ用のカメラということになっております。こちらは10インチモデルになるんですけれども、アトートというロゴがついてるんですが、9インチモデルになりますと、ここのロゴというのが何もついてないということになっております。まあ、今回10インチと9インチ両方レビューさせていただいておるんですけれども、フィットに関しましては、ここにアトートのロゴ、これ新しいロゴになってるんですけれども、ついておりまして、これ10インチだとね、ここのところなんですけど、エアコンの吹き出し口のところが塞がってしまうので、ちょっと夏場はですね、使いにくいということで、まあ、後ほど映像出てくるんですけれども、まあ、9インチの方がちょうどいいサイズかなということで、お伝えすることがまずできるかなと思います。次にフロントカメラはこちらになっておりまして、さらに、中継ケーブルが 3.5 メーターのものがついております。で、また、アダプターケーブルといいまして、後ほどご紹介するんですけれども、本体の8ピンの接続するためのケーブルとなっておりまして、ここでフロントとリア、これ4ピン4ピンになってるんですけれども、差し込むことによって、ドライブレコーダーとして使用することができるようになるということになります。で、リアカメラがこちらになっておるんですけれども、従来のバックカメラとは違う仕様のものになっておりまして、こちらはドラレコの専用のリアカメラとなっております。録画用カメラという言い方をしております。で、これは8メーターの中継ケーブルがついておりまして、また、こちらにバック連動線がついている仕様のものとなっております。で、先ほどフロントカメラと同じように、こちらアダプターケーブルというのもついておりまして、この、今回のこのアトートの X10 のドライブレコーダーは、フロント、リア、両方じゃなくて、どちらか一方のみのカメラをつけるということもできるようになっているために、このアダプターケーブルというものがついております。このカメラ自体なんですけれども、車内外取り付けができるようになっておりまして、防水仕様になっております。で、今回私は、車内に取り付けの方をして、レビューの方を実施しております。で、ドライブレコーダーなんですが、ここのところになるんですけど、これが8ピンのコネクタになっておりまして、ここに先ほどのアダプターケーブルというものを差し込んで、4ピンのケーブルをカメラと接続することによって、ドライブレコーダーとして使うことができるようになるという仕組みになっております。
で、こちらが9インチモデルなんですけど、9インチモデルになりますと、ちゃんとここの吹き出し口というのが使えるようになるということで、フィットなんかはこの9インチモデルの方がおすすめかなと思います。ただ、こちらなんですけども、アトートのロゴというのがね、ここのところ廃止になっております。で、これはドライブレコーダーの、まずフロント側の映像、それからリア側の映像ということになっております。もちろんタッチパネルで操作ができるものになっております。で、こちらがドライブレコーダーの前方の一画面表示。で、こちらが後方の一画面表示。で、こちらがサムネイル表示となります。で、こちらがドラレコの機能設定になるんですけれども、G センサー、解像度、それから速度単位。で、駐車監視自体は、まあ、オンとオフと。で、ループ時間は1分、3分、5分。で、USB 自体の初期化自体はここで行うことができるということで、非常に簡素化された機能構成となっております。で、また、これ2画面表示になってるんですけれども、例えば前だけを録画して、後ろは録画しないということもできるし、また逆の設定をすることもできるようになっております。さらに画面表示なんですけれども、フロント側、リア側、で、また、マップをね、このように追加して表示させるということもできるようになってますし、また、マップとリア画面だけということで、この2分割で表示することもできるし、フロントとマップだけを表示するということで、2分割表示するということも可能です。で、次にですね、ラブーンでしか行っていないレビューということなんですけども、ドライブレコーダーとしての画質ですね。で、今回はこの4つの項目です。録画視野角、逆光補正能力、ナンバー認識精度、夜間の明るさということで、この4つの柱でご紹介します。で、視野角につきましては、今回、このアキーヨのね、アイズという製品、まあ、こちらの方は私の方も代理店として販売サポートさせていただいておるんですけれども、これたまたまマイカーにつけておりましたので、まあ、これとの比較で視野角の違いについて見ていきたいなと思います。で、こちらの方が X10 なんですけれども、こちらがアキーヨのアイズというものになっております。で、比較していただいてお分かりいただけるのは、こちらの X10 の方がより広角になっているということなんですけれども、一般的なドライブレコーダーと比較をしても、まあ、見え方、視野角としては、まあ、同等レベルになっているということが、まずお分かりいただけるんじゃないかなと思います。リアに関してがこちらなんですが、こちらが X10、こちらがアキーヨのアイズになるんですけれども、視野角の差を見ていただいても、同等レベルになっているというのがお分かりいただけるかと思います。次に逆光補正能力ということになるんですけど、どの観点で見ていったらいいのかというと、ここの HDR 補正の有無に関してですね、白飛び黒つぶれが抑えられているかどうかということなんですけれども、まあ、白飛び、例えばここが光が入ってくるんで、ここがですね、真っ白になって何も見えないような状態になるっていうのがあるんですが、それが抑えられている。で、また黒つぶれに関しても、この暗いところですね、この周囲のところが非常に暗くなっているということなんですけども、ここのところが黒つぶれしたりする場合っていうのがあるんですが、しっかりとこの丸の部分、それからこちらの周囲の状況っていうのが、明暗差が非常に少なく、周囲の状況というのがしっかりと収録されていて、逆光補正能力というのも高いということになります。リアに関してはスモークガラスを使っているので、若干暗くなって見えるんですけれども、しっかりと外側のこの映像、今車が入ろうとしているような状態なんですけれども、しっかりと見えますし、若干この周囲の状況というのが、まあ、暗くなって見えておりますけれども、クロスベーすると、まあ、車がね、見えなかったりっていう場合もあったりするんですが、しっかりと周囲の状況も捉えられているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。次に重要なところがナンバーの読み取り精度というところなんですけれども、まあ、今回これは一般的な200万画素相当のレベルでのお話ということでご紹介をしておくんですが、今これは車間がかなり取られている状態、ここに少し車間を開けた場合って書いてあるんですけれども、車間が開いた状態になっております。その時の見え方っていうことになると、少しね、文字がね、潰れて見えるような状態になっているのがお分かりいただけると思います。この数字は見えるし、またこちらの数字も見えるんですけれども、ちょっとこの辺のね、地名とあるとか、あとこちらのひらがなですね、この辺がね、ちょっとね、見にくいねっていうところがあろうかと思うんですけれども、まあ、数字自体は、ちゃんと見えているといった塩梅となっています。で、こちらに ZDR055
収録動画でって書いてあるんですけれども、これ同じような車間で開けた状態で見るとどうかっていうと、はい、このような感じで、やはりこの漢字にしてもそうですし、こちらのひらがながほとんど見えないですよね。でこの数字はね、見えたりするっていうのがあるんですけれども、まあ同じような性能を持ってるっていうのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。で、また、これはね、スタービス2ということでソニーセンサー搭載しているものになっておるんですけれども、アトートの製品自体は自前で作られているものなんですけれども、200万画素としてはそこそこナンバーが認識できるということでお分かりいただけるんじゃないかと思います。これはまああくまでも車間がかなり広い、少し広い状態でのお話になります。続いてリアなんですけど、リアに関しましてはかなりね、車間が詰まっている状態でっていうことになります。で、また先ほどカメラの表をお見せしたんですけれども、リアカメラは視野角のみしか変化がないということで、同じカメラとなっております。なので、車間がかなり詰まっている状態でしたら、ナンバー認識ができるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。夜になるんですけれども、夜非常に重要なところは何かと言いますと、この部分、ヘッドライトがね、かなり照らされて明るくなるんですね。そうすると、白飛びというのが出てきてしまって、これナンバーがね、読み取れないっていう場合があります。そうしますと HDR があるかないかっていうところが重要になってくるんですけれども、このアトートのフロントカメラに関してはちゃんと HDR 補正をされていて、しっかりとナンバーの認識をすることができる。しかもこれがちゃんと車間が取れている状態、近い状態でナンバーが読み取れるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。続いてこちらがリアなんですが、こちらはリアのかなり車間が空いたような状態なんですけれども、この大きな数字はね、見えるんですけども、さすがにこの地名とひらがながちょっと見えないということで、ここの数字はね、若干見えるかなっていう感じなんですけれども、やはり車間をね、少し開けてしまうと、ナンバー認識というのがしにくくはなってくるかなっていうのがあるかなと思います。また、アトートの製品なんですけど、モニター自体は共同化されているんですけれども、この収録動画自体もね、共同化されていて、このナンバーがね、分かりにくいっていうのが、読み取りにくいっていうのがあります。で最近のドライブレコーダー、アキーヨのアイズなんかは、モニター自体は共造化されてるんですけれども、収録動画自体は製造化されてるということで、製造化がね、そのまま収録動画に反映されているとなれば、より見やすくはなってくるんではないかなと思うので、そこはね、改善していただきたいところになってくるかなと思います。で夜間の明るさに関してなんですけれども、まあ、先ほどの黒つぶれのところですね、ここの歩道の部分、こちらもそうなんですけど、この辺がちゃんと収録動画として捉えることができるのかどうかっていうのも非常に重要になってくるところかと思うんですけれども、しっかりと捉えられているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。リアに関してはフロントよりも不利になってくるところがあって、まずスモークガラスであるということと、さらにこのライト自体ですね、照らされていない、光源がね、非常に少ない状態になっています。なので全体的に薄暗い状態になるわけなんですけれども、ちゃんと行動であるということは目でちゃんと認識できますし、まあ、こちらの部分もですね、若干ね、ちょっと黒つぶれっていうのはあるんですけれども、まあ、歩道であるという認識ができる。なので、まあ、周囲の状況というのは認識ができると、まあ、いうことでお伝えすることができるかと思います。また、信号の映り方ということなんですけれども、これ、フリッカレスの設定っていうのはないんですけれども、今回、私、埼玉なんですけれど、50Hz なんですが、ちゃんと青信号だっていうこともわかりますし、こちらは赤信号になってますし、この横断歩道の信号、こちらもそうですし、こちらも赤信号ということで、しっかりと信号の方も収録されていると、まあ、いうことがお分かりいただけるかと思います。で駐車監視についてなんですけれども、これ衝撃検知のみになっております。衝撃検知後30秒間緊急録画として動画が収録されるようになっているものになっていまして、まあ、これはね、あくまでもオーディオということになっておりますので、バッテリー上がりがね、できるだけ防ぎたいということもあると思います。で、この衝撃検知のみのね、一番の強みというのは何と言いましても、バッテリーの消費電力というのが抑えられるというところなので、まあ、今回これはディスプレイオーディオについているドライブレコーダーということで、まあ、衝撃検知のみということになっております。ただ、衝撃の感度自体もですね、ドアの開閉で、まあ、作動してくれるということになっておりますので、実用的に使えるものになっているかと思います。あとはこのリアカメラの使い方とか、ドライブチャットの機能ですね。まあ、この辺に関しましては、また興味がありましたら、こちらのブログ、ラブンブログの方に掲載してございますので、見ていただけたらなと思います。最後に簡単に総評だけお伝えしておきますと、この Android ナビのビルトインドライブレコーダーとしてはもう申し分のない200万画素前後カメラドラレコであるということが言えると思います。また、コムテックの ZDR055 ですね。
まあ、あちらと比較をしてもですね、ナンバー認識精度も非常に高くて、まあ、スタンダードな200万画素のドライブレコーダーと、まあ、同じ性能を Android ナビのビルトインドライブレコーダーとして持っているということで、まあ、そういった意味ではですね、非常に強みであるドライブレコーダーであるということが言えるんではないかなと思います。はい。で、まあ、こちら使ってきたんですけれども、このような形で収録動画が、まあ、生成されて、まあ、これをね、最終的には Mac の場合ですと Final Cut Pro っていうのを使ってるんですけれども、それで編集をして、まあ、動画をアップして皆様に配信をしていると。言った状況となっております。最後にですね、この EZAS といいます画面録画ソフトの使い方について簡単に PR させていただければなと思うんですけれども、冒頭でもご紹介した通りで録画ポチッと押すと、まあ、録画されて、この画面の中の映像が収録されるのと、またこちらにマイクがあるんですけれども、まあ、私のマイク、今回はこの MacBook Pro というのを使っておるので、 MacBook Pro の内蔵マイクが機能して音声も収録されるということになっております。で、また、このエリア、フルスクリーンエリア、フルスクリーンとまた任意で設定できるエリアということで、この切り替えというのができるようになっているということになっております。また、今回使わなかったんですけど、このウェブカメラというのも使えまして、まあ、自分を映して動画の収録をするということも可能になっているということで、非常に使いやすくなっております。また何度も出てきましたけれども、こちらなんですが、もう一度録画させていただこうと思うんですけれども、このペンの機能ですね、これら辺なんかもプレゼンする上では非常に重宝するアイテムかなと思います。普通の画面録画ソフトですと、まあ、ついてなかったりするっていうのもあると思いますので、プレゼン用として使う分には非常に使いやすい画面録画ソフトになっているのではないかと思います。はい。ってことで、まあ、今回はこちらのラブーンブログで EZAS の画面録画ソフトを使って X10 のビルトインドライブレコーダーの詳細機能についてラブーン流にお伝えをさせていただきました。まあ、こちらの詳細に関しましては概要欄の方に貼ってございます。ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただければなと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。